どうも皆様こんばんは、アーモンドゲームズです。ライフイズストレンジ、時を戻せる少女の物語、続きからプレイしていきたいと思います。さあ、ということでね、アーモンドの時間なので、いつも通りね、ベッドで横になってポテチでも食べながら、ライフイズストレンジやっていきましょう。メールの画面をね、ちょっと開けるようになりました。ちょっと調べときました。めちゃくちゃ簡単なボタンでした。それに触れてなかったっていうね、前回。とりあえずちょっとメールから読んでいきましょうか。マクシーン、誕生日おめでとう。生まれてからもう18年も経ったなんて信じられないわ。18歳、高校3年生ですね。マックス校長先生からブラックウェルの優等生について嘘をついたというメールが届きました。本当なの？校長先生はかなり深刻な訴えだとおっしゃっていたし、あなたが嘘をついていることも心配なさっていわよ。今すぐ、すぐに電話してちょうだい、ママより。ああ、ごめんね、なんか。でも、電話をかけるとかわかんねえから、今できねえわ。すまん。はい、次、ビクトリア、さっきはありがとう。でもこれで友達ってわけじゃないわよ。あー、こいつもツンデレやな。もうええやん、友達で。はい、次、ウォーレン、俺はずっと待ってては構わないよ。駐車場最高、止まってる車を数えられるし。それ絶対暇やろ、ウォーレン。強がりがすごいバレバレやから。メールを打ってる分だけ遅くなる。今行くってば、後で。あー、なるほど。はいはいはい、まあそういうやり取りがあったんですね。で、ここの部屋に来たところからですね、まったり音楽かけろとか言ってたけど、あ、知ってるよ、これっぽいね。電源がないと動かない。電源入れとけや、クロエ。パソコンでかけよう。超楽しそう。超悲しそう。超飛んでそう。おい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 、薬やっとんやん。おい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 、クロエ、黒いちょっと縁切るぞ。薬やってんなら俺嫌やぞ、そんなやつと。あ、電源コードだった。電源コード、あ、部屋切ったねえな。片付けろ少しは。いや、すご、装飾すげえな、部屋の。でこれでつけるのかな。電源が入ってもディスクがないと開けないよ。ディスク、これいい写真。クロエはパパっ子だったんだよね。あ、クロエなんや、これ。クロエすごく変わったね、じゃあ。クロエすごい。あ、レイチェルの、確かレイチェルですよね、これ。行方不明の。なんであんだ、ちょ、教えてくれよ、どこにあるんだ。大人になったマックスは毎日何やってんの。あー、パーティー三昧で大人になった気がしない。特に何も大人になった気がしないから。大人って実感はないよ。年を取るだけわからないことが増える。今日は特にそう思う。聞くんじゃなかったよ。ごめん。なんで謝る？写真は楽しくないのかよ。もういい。何？あー、戻そう。これなんか戻した方がいい気がするわ。もっと戻せないの？話す前まで戻して。OK、これで話そう。で、大人になったマックスは毎日何やってんの？写真撮ってる。おお、いいね。写真撮ってる。自撮りしたり、風景撮ったり、いろいろ。ダサいかもしれないけど、すごく楽しいよ。ダサいってことないだろ。フレームにこれだって瞬間が収まるとね、怖いものなんてないって気分になる。へえ、いいじゃん。私もちょっと気が晴れたよ。いいね、マックスいいぞ。ああ、やったやった。これ壁にね、自分の身長をこう刻んでいくやつね。やったわ。クローゼット、子供の頃に隠れたクローゼットの秘密基地。いや、そうなんや。ちょっと待って、どこにあんの？箱調べる。レコード。ああ、ごめん。ちょっと、スノードームが壊れたじゃん。ちょ、ごめん。戻すよ。戻す。戻そう。取らないでいいよ。それは置いとこ。スノードームってなんだ？あ、カバン？
うわ、汚れた服の匂い。わかんねえ。引き出しみたい。一緒に書いたの楽しかったな。あ、なんか書いたんですね。仲良しなのかな。ちょっと待て、ないぞレコード、レコード。どこだろう。あのテレビ、前にリビングにあったやつだ。電源が入ってもディスクがないと開けないよ。ゴミ箱に入ってんじゃね。駐車違反の罰金払ってない。おとなしくできないタイプだもんね。おい、クロエ。クロエ、めちゃくちゃか、お前。これ、これはあったね。どこに置いとんねん。またレイチェル？お、レイチェル・クロエ。おい、見るな。ごめん、悪気はなかったの。すごく仲良さそうに見えたから。当たり前だよ。レイチェルだよね。レイチェル・アンバーだよね。尋ね人のビラ、学校中に貼ってあるよ。私が貼ったんだ。親友だった。パパが死んでマックスが引っ越して一人ぼっちだった時、レイチェルに救われた。全然知らなかったよ。知ろうともしなかっただろ。14歳までは親友だったのに。私の代わりに彼女が今も親友だよ。今も親友だよ。連絡しなかったのは完全に私が悪いけど、レイチェルがいてよかった。レイチェルはいつも味方だった。一緒にビッグになろうって言ってさ。私とは全然違うタイプで、スターになりたがってた。モデルみたいだよね。それが夢だった、私たち二人のね。こんな田舎町出てロスに行くつもりだった。ああ、なるほど。気持ちわかるけど、どうして行かなかったのか。どうして行かなかったの。ご両親に、おばさんに反対されたとか。ママは再婚のことしか頭になかった。そうだったんだ。レイチェルはいつ頃いなくなったの。半年前、突然姿を消した。私にも言わずに、一人で。どうしてわかるの。自分の意思でいなくなったんじゃない。人生をやり直したくなったとか。私に黙っていくはずない。絶対何かあったんだ。分かってる。ただ可能性を考えてるだけ。いなくなる前、運命の人と出会ったとか言ってた。それっきり。その後一度も連絡ないの。みんないなくなる。パパもマックスもレイチェルもみんな。ね、音楽まだ。あ、すまんすまん。音楽まだって、その分かりにくいところに置いとくからや。そのレコード、ステレオのさ、すぐ近くに置いといてくれたらよかったのに。ガレージに行けばカメラを直す工具があるはずだよ。クロエ、大丈夫？全然平気。ちょっと一人でまったりしたいだけ。なるほどね。このスーツケース、今すっごい気になったな。このスーツケースにはガラクタだけ。なるほどね。クロエ、雰囲気変わったな。一瞬わからなかった。あ、それでわかんなかったわけね。これずっと気になるんやけど、スノードームが壊れたとかっていうやつ。わかんねえな、これだけ。なんかとりあえず、とりあえずガレージに行こうか。ガレージってどこだろう。下かな。車止める場所やから下よね。
音楽いいね。ダメだ、向こう側から鍵がかかってる。あ、そう、ここ開けれない。来た、ケイト。これです。よし、いいね。4時以降なりつも邪魔。後でマック、さっきはありがとう、全然大丈夫。あいつ最低だね。うん、なるほどね。ここに来るのは5年ぶり。もっと長く感じる。クロエ、そこにいるのか。ケイトから聞いたぞ。非番の日にお前を例のゴミ捨て場の近くで見かけたそうだ。あそこには近づくなと何度も言ったはずだな。いいか、あの辺りは危険だ。ろくでもない輩も住み着いている。もう二度と行くな。わかったな。ごめん、勝手に聞いちゃった、留守電。まあいいか。ここに必要な道具があるはず。ああ、ぽいね、めっちゃぽい。戸棚開けてみよう。テレビ。このコードが未来を決める。ああ、なんだ何これ、部屋にカメラをつけたの。はあ、嘘でしょ。これって深刻な問題だよ。クロエとおばさんは知ってるのかな。あ、ここねっぽくね。うわ、ぽいぞぽいぞぽいぞ。クロエの部屋こそなかったものの、なんかさっきの階段のとこがすごく怖かった。これじゃ大きすぎてカメラは直せないな。贅沢言うなよ。ノートパソコン。パスワードもないし、道具を見つける助けにならない。はいはい、すいません。これ開けてみよう。はい、これは調べてみようか。ああ、やばいやばい、手が滑っちゃった。ちょっと待って、これまずい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 よ、これまずい。絶対触んない方がいい多分これ。これ触んない方がいいわ多分。ちょっとね、これさ、閉めた方がいいよね多分。閉めた方が、そう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 、知らないよっていう風にしといて。いやー、なんだこれ、ラック。ちょっと待ってちょっと待って、ショットガン、え、銃じゃねこれ、怖っ。あ、めっちゃ銃あるやん。クロエの新しいパパって学校の警備主任だ。え、信じられない。え、何やったっけ、名前何やったっけ、忘れたけど、あ、デイビッドって書いてる、あのケイトをいじめてたやつ。うわー、マジ、なんで。クロエの新しいパパって学校の警備主任だ、うん、それさっきも言ってたよ。学校中に監視カメラを置くの、心配性すぎない。はあ、ちょっとなんか何もない、もう、ほんとにもう、え、ある、食べ物。すごい量、100年は缶詰に困らないね。いやいや、準備しすぎやって。何にそんなビビってんの。やった、開いた。いや開いたけど、ちょちょ、カメラ直ってないから、カメラ直ってねえから。ないかな。すごい車。クロエの新しいパパが好きなんだろうな。はあ、デイビッドね。かわいそうに、殺された上に首を飾られるなんて。うん、確かに。確かに、今までそんな考えたことなかったけど。え、ちょっと待って、なくね？なんか工具なくね、どうすんの。あ、あったあったあったあっ あった、これやん。精密ドライバー発見。でも手が届かない。あ、オンにする、なるほど。はいはい、あ、振動でね、落ちてきて、ありゃ。私はバカなの、全然届かない。いや、ちょっとじゃあ、ちょっとじゃあ戻しましょうか、戻しましょうか。うん、ここね、ここで、あ、ダウンボール押す、
はい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 。うわ、おもれえな、この仕掛け。で、これでオンにする。すると、落ちて、これが段ボールの上に行くぞ。オフにして。必ず切ろうね、こういうのは。で、これを引くと。さすが、やるね、マックス。天才。まあ、天才やからな。OK、これで、道具も工見つ具。けたし、クロエが探す前に戻ろう。なるほど、戻ろうか、じゃあ。クロエの部屋に戻ると。こっちかな？こっちか。2階へ行く。さあ、2個あったね、なんかさっきの工具室で。隠しカメラを見つけたのと、あとあれだ、ファイルを濡らしたか濡らさなかったかの、なんかね。さあ、ちょっとクロエに、これちょっと隠しカメラのこと言った方がいいんじゃない？工具見つかったんだ。そこの机使っていいよ。サンキュー。マックスは本当好きなんやろうね、こういうのが。どう？全然ダメ。これマックスが？今日す撮ったけやど、つね。あれ、これ見たことあるぞ。それはどういうこと？いつ撮ったんだ？おいおい、マジかよ。トイレの非常ベル、マックスの仕業。だから姉さんに追われてた。そういうことか。命の恩人じゃん。な、そうなんだろう。ああ、これは運やな。奥に隠れてた。すげえ、忍者みたいだ。どうも。忍者なら姉さんを始末してたよ。私は蝶々の写真撮っただけ。マジかよ、やべえ。銃を見た瞬間、ちびりそうになったけどね。私だってすぐ分かった。いや、全然。全然、髪の毛も服も違ったから。だろうね。何しろ5年ぶりだもんな。ほんと、今日は驚きだらけ。それじゃあ、姉さんとの話も聞いてたのか。少しだけ、あんまりって濁した方がいいかな。パニクってたし、何かわめいてるのは分かったけど。聞いてたんだな。お金がどうこうって話は覚えてるけど、それ以上は本当に知らないよ。それじゃ次の質問、誰かに言ったか？あ、やべえ、言っちゃった。やべえ、言っ、あ、いや、でも、2人がってことは言ってねえな。2人がってことは言ってねえ、言ってねえ、言ってねえ。誰かって？誰にでもだ。言ったのか？いや、大丈夫。姉校さんの長ことし先か言って生ない。に。でも信じてもらえなかった。本気で言ってんの？あの叫びたりはな、学校の利益しか頭にないんだ。絶対信用するなよ。クロエの名前は出してない。信じてよ。助かるよ。いつかちゃんと説明する。本当ありがとな。今しろよ。リーチかかってそう、退学のクロエは。確か先月誕生日だったよな。死んだパパのカメラ、プレゼントだ。誕も生ら日いに覚え来。ててくれて嬉しいけど、これはもらえないよ。いいって。私は使えないし、ふさわしい人にあげた方がパパも喜ぶし、再会の記念にこの写真もらうからな。本当にいいの？ありがとう。すごく嬉しいよ。なんか湿っぽくなったな。よし、気分を変えて踊りまくろう。ちょっと本気？ほら、マックスも踊るんだよ。クどうロしエったぽい恥ずかね、しいなんのか。か？じゃあそのカメラで私を撮って。靴でベッド上がんのすげえな、ほんま。クロエ。写真撮ってやろう。もうヤンキーやん、ほんま。ただのタバコの煙に巻かれてやん。この曲上がるな。恥ずかしがんなって。踊れって。踊り方知らねえから。やるのできんじゃん。
消して早く。やかましい音楽を鳴らすな。何と言えばわかるんだ。鳴らしてねえし。いや鳴らしてたわ。うぜ。そこにいろ、話がある。ふざけんな。マックス早く隠れて、見つかったら私がぶっ殺される。おいおい、どこに。あー、わかった、クローゼット、クローゼット。早くどう。着替えてんだよ、うるせえな。クローゼット、クローゼット。マックスどっかに隠れる。おいおい、秘密基地、俺はさっき見つけてたぞ。これ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 、はいはいはい。何を隠してる。何を隠してんだろ。あっ、嘘をつくな。これはまずい、これはまずい。開けろ。ちょ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 。はいはい、でも戻せるんよね、戻せるんよね。ここまで戻って、クロエ、これ動かす。何を隠してる。オッケーオッケーオッケー。着替えてるっつってんだろ。オッケーオッケー。で、これで。嘘をつくな。いいから、完璧完璧。オッケーオッケー。ブラジャーが引っかかったんだよ。たく。何をしていた。服着替えてただけだって大げさなんだよ。ごまかそうとしても無駄だ。銃が一丁なくなった。お前か。あんたの銃なんか取るわけねえだろ。そもそも銃は嫌いだ。おい、なんだこれは。またここで吸ってたな。いちいちうるせえな。ほっといてくれよ。俺に口答えをするな。質問に答えろ、命令だ。誰のだ。いや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 、隠れとけ、隠れとけよ。私もママもあんたの軍隊の兵士じゃない。黙れ。いや、すごい。ジョイスは関係ない。さっさとママと別れろよ。おいおい、クロエ、すまない。ジョイスは大切な人だ。だがお前の態度は。二度と私に手あげんじゃねえぞ。今度やったらすぐに警察呼んでやるから。口だけだな。豚箱にぶち込んでやる。クロエ、お前は何も分かっていない。おい、大丈夫か。クロエ、大丈夫。絵に描いたみたいなクソ親父だったろ。ごめんね。いや、見つかってたらあれじゃ済まないし。想像つかないよ。とりあえず窓から逃げよう。いいところに連れてってやるからさ。いや、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。デイビッド、クロエになんてこと。もし私が割って入ってたら。見るだけ見ようか。ちょっと見るだけ見てみようか。もし割って入ってたらっていうの。多分もうこっちに戻すんやけど。戻すけど、こっちに。スキップ。で、これ口を出してみよう。ごめんなさい。それ私のです。そういうことか。俺は他人を家にあげない。特に問題児はな。よくも人の家にこんなものを。警察呼ぶか。当然学校にも報告が行くだろうな。どこで何をしようと勝手だが、クロエまで一緒に巻き込むのはやめろ。学校での一件といい調子に乗るんじゃないぞ。次から次へと。どうした、口答えしないのか。なんとか言え。私の友達にそんな口聞くな。お前に友達などいない。あんたこそ警察気取ってんじゃねえよ。ただの警備員だろ。元軍人のな。マックス、今度この家に来たらただでは済まないからな。マックスには特別に見せてやるよ。新しいおもちゃだ。お、なんだこの展開。プライス、クロエ・プライスだ。バン。ちょっと危ないよ。大丈夫だよ、弾入ってないし。まだね。銃は嫌いなんでしょ。男が持つ場合の話だよ。ネイさんとデイビッドとか危ないやつばっかだろ。おい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 、かばってくれてありがとう。マックスのおかげで追い払えたよ。おいおいおい、うちら怖いものなしだな。最高の気分だ。待て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 。よし、窓から逃げよう。とっておきの場所を知ってるんだ。いや、待ってくれ待ってくれ。私、まずい状況じゃない。待ってくれ待ってくれ待ってくれ。クロエのためとはいえ、嘘をついたら奨学金が危ないし、自分のことも考えないと。うわ、なんだこの展開。うわ、どっちがいいやろ。
え、これどっちやろ、わかんねえ。待って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 待てよ待てよ、ちょ、ほんまにここ悩む、ほんまにここ悩むわ。あのマジで悩ましてくれ。一旦ここで終わろう一旦このパートここで終わります。で、ちょっと次回ね、どっちにするか決めてから続きやっていきたいと思います。うん、多分本当に1時間ぐらい悩みたいから、ここ。うん、ということで、次回の動画でお会いしましょう。アーモンドでした。バイバイ。